イージスアショア配備計画廃止に伴って、イージス艦の8隻体制から12隻体制が、現政権の閣議決定を得て決定された。今回は、このイージス艦の12隻体制と、その新造される性能に迫っていきますね。スパイセ、分レーダーの決着がまだですが、使い道があるのかないのかで、今後大きく変わってきますね。やはり、陸に置くしかないのかなと感じています。2022年12月に、現在の日本の岸田政権は、安保関連3文書、今回より、その名称は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画と改められたが、これを閣議で決定し、大幅な防衛力の増強を行う方針を、明確なものとした。これは、従来までは、防衛計画の大綱と呼称されていた文書が、国家防衛戦略に、中期、防衛力整備計画と呼称されていた文書が、防衛力整備計画に置き換わったもので、各々の文書の位置づけは、従来とほぼ同様である。これら安保関連3文書の中で、最も下位に位置する、防衛力整備計画は、およそ10年ほどを、その対象期間と考えられており、必要な防衛装備品目や数量等を具体的に定めたものと見さされ、その記載には今回も注目が集まっていた。今回の安保関連3文書をめぐっては、反撃能力の保有と、それを実現するスタンドオフミサイルの開発と配備が大きく打ち出されたことで、政治的には賛成派と反対派が、鮮明に分かれるなど、ある意味予想された動きを見せている。そして、反撃能力やスタンドオフミサイルといえば、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが注目されているが、当然、それらを兵装として搭載する艦艇の存在も重要となる。今回明らかになったのは、海上自衛隊の艦艇として、既存のイージス護衛艦が8隻から10隻へと増強されることと、イージスシステム搭載艦を2隻新造するということの2点で、合計で、これらは4隻の増加が施行されている。既存のイージス護衛艦とは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、日本で建造された艦艇で、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻の合計8隻が、就役中の護衛艦のことを指している。今回の増加分のイージス護衛艦の2隻が、現行では、最新型のマヤ型を追加で建造するのか、はたまた、別の新種の艦艇となるのかは、現時点では不明だが、いずれにせよ、2隻の新造が行われることは、確定した形である。そして、イージスシステム搭載艦とは、2020年に配備が断念された陸上配備型のイージスアショアの代替策とされる艦艇で、日本におけるミサイル防衛システムを将来的に担い得る存在として位置づけられている。そもそも、日本のミサイル防衛システムは、イージス護衛艦が、その搭載する VLS、垂直発射艦から、運用する SM-3 ミサイルを迎撃弾として発射することが想定されており、主として北朝鮮のミサイルの脅威への対抗策だった。そのために、現状海上自衛隊では、常時日本列島をカバーできる位置に、2隻のイージス護衛艦を配置して、いざという場合に、北朝鮮のミサイルを迎撃する体制を構築し、それをもって、日本のミサイル防衛とすることを実現している状態である。しかし、近年は、経済的な発展を背景にして、急速に、軍事力の増強を推し進めてきた中国が、南シナ海や東シナ海を勢力下に収めようとする動きが活発化し、日本も、南西諸島方面への防衛力の強化が、急務となってきている。そのような状況下では、
貴重なイージス艦のうち2隻を常にミサイル防衛のために拘束して運用する体制は厳しいとの判断が下され、その任務を肩代わりする存在として陸上配備型のイージスアショア導入を目指した。イージス護衛艦と異なり、陸上に配備させるイージスアショアは日本の南北に1カ所ずつ設置することで365日24時間の運用が可能と想定され、ミサイル防衛という観点からは非常に理想的な装備だと考えられた。しかし、イージスアショアは発射後にミサイル本体から切り離すブースター部分の落下位置の制御が現状では困難であり、修正にはソフトウェアの改修と多額の費用が想定されたため、あえなく配備中止の浮き目となった。ただし、日本はすでにイージスアショア用のアメリカのロッキード・マーチン社製のスパイ7レーダーを発注済みであったことから、これをキャンセルするには多額の違約金が必要という事情もあり、その有効活用を検討する。そこで考えられたのが、そのスパイ7レーダーをそのまま艦艇に搭載し、海上からミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦の構想であり、これを2隻新規に建造することをイージスショアの代替策とすることが決定された。この構想はイージスアショアの計画中止を受けてやむなく打ち出されたものとはいえ、艦艇の場合はやはりメンテナンス等で2隻が常時稼働できない点や、総艦要員など人員的にも陸上より負担が大きいことは避けられない。しかし、このイージスシステム搭載艦の構想はそれだけでは終わらず、2022年の夏時点ではミサイル防衛に加えて12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾等も搭載する大型艦艇という案が浮上した。排水量で2万トンクラスの巨艦となるとのイージスシステム搭載艦の構想が報じられた際には、あまりに現実離れした仕様に各方面から疑義の声が一斉に寄せられたが、この案は後に撤回され、現行のイージス艦並みになるとされた。もともと艦艇用ではないロッキード・マーチン社製のスパイセ分レーダーをそのまま搭載するためには、必然的に艦のサイズが肥大化せざるを得ないと言われていた時期もあったが、結局はその情報は誤りということだったのだろう。今は既存のイージス艦並みの大きさという方向に落ち着いたイージスシステム搭載艦の構想だが、依然重武装設は継続されており、搭載する VLS 垂直発射艦の数浜屋型等の96セルの倍以上との解釈も存在する。もちろん、マヤ型等のベースであるアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦においても、そのようなセル数の VLS 垂直発射艦の搭載は例がないため、どのようなレイアウトでそれが実現可能なのかは判然としない。さて、こうしたまだまだ課題が山積みのイージスシステム搭載艦は置いておくとしても、通常のイージス護衛艦も今回の防衛力整備計画で2隻の増加が打ち出されており、10隻体制への拡充が確実となっている。しかし、海上自衛隊のイージス護衛艦の先駆けである金剛型4隻は、1番艦金剛が1993年最終4番艦の鳥海も1998年に就役した艦艇で、すでに今年2023年で30年から25年が経過する状態にある。今回の防衛力整備計画がおおむね10年後までを想定した内容である点を鑑みても、その時点では金剛型は35年から40年の慣例に達するため、実質は
これら4隻を新型艦で代替して、今の体制を保持する必要もあるだろう。そう考えると、イージス艦10隻体制を、この10年間で実現するためには、新造の追加で2隻、既存の入れ替え分で、4隻の合計6隻を建造する必要があり、2年に1隻以上のペースで、新造艦を収益させることが求められる可能性がある。まあ、混合型を、今しばらく延命させてしのぐ、方法も考えられなくはないが、その場合でも、次の防衛力整備計画での代替は必須となる上、アタゴ型も、2007年と2008年に建造されたため、老朽化は、順次進行していく。アメリカでも、1980年代から、収益を開始したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の代替案は、進められており、それは、DDG-X と、呼称され、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦も包括して、代替を担える艦艇となることが施行されている。当然、日本の海上自衛隊でも、独自に、今後のイージス艦の建造を行うことは困難だと考えられるため、アメリカ海軍が DDG-X を実用化することを睨みながらという展開が予想されるが、現時点では、その時期は明確ではない。